香港メディアによりますと、逮捕されたのは43歳の男性で、現地時間の19日午後9時半ごろ、イギリス総領事館前でハーモニカを演奏して集まった人たちを扇動した疑いがあるということです。男性は昨日保釈されています。当時イギリス総領事館前にはエリザベス女王の国葬に合わせ大勢の人が追悼のため訪れていたということです。男性が演奏した曲は3年前民主化を求める市民らが抗議活動の際に歌っていた曲だということで、香港が反政府的な言論や政治活動への締め付けを強めていることが改めて浮き彫りとなりました。ニュースディグ